8月4日木曜日、5日金曜日の2日間、大阪府の万博記念競技場において、平成28年度第1回学連競技会が行われました。立命館大学からは男子女子陸上競技部が参加しました。この競技会では2日間に分けて、トラック競技、フィールド競技、投擲競技、自主競技が行われ、自己ベスト記録の更新を目指します。一般の大会のように順位を競うことはないものの、ここで出た記録がインターカレッジの参加基準である標準記録を超えなければ、インターカレッジに出場できません。特に4回生にとっては、標準記録以上の記録を出さなければ引退となる重要な競技会です。競技会初日、男子 400m 走に出場した4回生の長谷川健太選手は、自己ベスト記録が47秒84と、標準記録47秒50突破への期待が高まります。序盤は順調な滑り出しを見せますが、後半で徐々にスピードを落とし、結果は48秒93、標準記録まで 1.5 秒ほど及びませんでした。その他の選手も標準記録突破はなりませんでしたが、2回生の牟田直和選手は自己ベスト記録を2秒更新しました。男子ハンマー投げでは、4回生の宝本慎也選手が自己ベスト記録56メートル96と、インターカレッジ出場に期待がかかっていましたが、記録は55メートル36と、標準記録59メートルには及ばず、インターカレッジ出場を逃しました。前日の夕立でグランドコンディションが気になる競技会2日目。男子800メートル走には8人が出場。標準記録1分52秒突破を目前に控えた4回生の木村和馬選手は、序盤はゆっくりとした立ち上がりながら先頭集団に食らいつき、600メートル付近で一気に先頭に躍り出ますが、最後はトップに大きく差をつけられ、1分52秒12でフィニッシュ。標準記録までわずか 0.12 秒という悔しい結果に終わりました。選手たちが目指すのは、9月2日から行われる全日本インターカレッジ。出場選手たちは優勝に向けて今日も練習に励みます。